で今さ、あのシャツ買ったから、シャツ買った、あのジャケットにファブリーズかけた、乾かしてるところ。そうそう、コメント読み上げの音ってみんなに聞こえてんのかなと思って。俺今読み上げでイヤホンで聞いてんだけど、イヤホンで聞いてるってことは聞こえないのかみんなに。いや、聞き取りづらくないかなと思って俺のトーク。うまっ。はい、ワクツー、鉄馬さんいらっしゃい。あ、ありがとうございます、助かります。読み上げ聞こえてないんだったら、俺はじゃああれか、みんなの声を聞きながらかぶせても大丈夫なんだね。あ、オッケーオッケー。なんかトークをかぶせていいのかなっていうのが不安だったのよ。ありがとう、教えてくれて。じゃあ俺は構わずみんなにトークをお届けすればいいんですね。なんかスマホでね配信するっていうのに慣れてなくて、パソコンだと便利じゃん、やっぱりいろいろと。それに慣れすぎてるんだよね、良くも悪くも。多分スマホ配信が結構多くなるからさ、これからラジオ配信も増えちゃうと思うね、必然的に。よし、パソコンがないと。だよね、ワクワクするよね。俺も生まれて初めてだよ。タブレットは買わないかな。スマホも新しいの欲しいね。もう画面バキバキだからさ、映ってないもんね。画質が悪いと見る気なくすでしょ。インカメなんかさ、光が乱反射しちゃってるもんね。もう機材ボロボロだよ本当に。のんたんがね支援してくれてたパソコン返しちゃったから。オワコンだね、オワコン。まあいいじゃん、貧乏人らしくて。配信者は右翼曲折あって、面白いもんでしょう。誰かパソコン買ってくれる人買ってください、お願いします。お金持ちのリスナーさんお願いします。さあドラマが始まるぞ、こっから。32歳は伝説の年にするって決めてるからね。32から34は黄金期だから、俺のメイクドラマでしょ。いやー楽しみだ、何が起こるか。ワクワクするね、どんなドラマが待ってるかな。タブレットもね、スマホと変わらないからね、タブレット自体は。新生和道だね。和道の字変えようかな。我の道に変えようかな。いい機会だから。和道を和道にしようかな。我の道。平和の和じゃなくてね。我が道を行くの和道にしようかな。サンデージャポンとか来たらびっくりしない？次の日のニュースでさあのサンデージャポンとか来たら笑うっしょ、みんな爆笑するでしょ、あれみたいな。捨て頃ってこんなに、でも出ないよな。そうだね、ゆいがっぽくなっちゃうね。笑うよね、テレビに出た。でもさすがにさ、こういうイベントがテレビに出るっていうことはなかなかないよね。え、どこでも来るかな。でもプロレス団体とか来なくない？来たら超ラッキーだよね、テレビデビューだもんね。
来たらテレビデビューだよ俺ら。超熱いよ。やから先輩とみやびさん喧嘩してたの？え、やめてほしいんだけど別件で揉めるのはなくない？このタイミングで。俺だって今日あれだよ、ヒカルくんとつ行きたかったけどパルパルいるから抑えたんだよ、我慢して。そこはさ、マナー違反でしょ。今の時期揉めたら絶対ダメだよ。あー、黒くなってきたな、あざが。よし、今の時期ダメだよ、選手なんだから。みやびさん大人になって、みやびさんとね明日会うの楽しみにしてるからさ俺。はい、こんばんは、ヒロリンさん。雑誌は何社か来たらね嬉しいけどね、テレビ出たらもう勝ちだよ。え、何、直接バトってたの？みやびさん結構揉め事多いのかな。大丈夫かね、選手なんだから。うん、そうそう、耐えなきゃ。それが感動を呼ぶからさ、どんなに理不尽でも耐えなきゃ。狙われてんでしょ今。リアルで喧嘩なんだ。みやびさん東京いんの今？もう東京来てんの？喧嘩ダメよ、喧嘩、喧嘩ダメ。慎重慎重、そう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 。今は、いや配信者でいいんだけど、今はやっぱりその企画を控えた選手だっていうさ、大手はみんなそれ分かってるじゃん。だから逆に今日はさ、あの便所太郎さんにさ、あの花持たせるためにみんな盛り上げようって言ってさ、みんな我を殺してやってるわけだから、明日の記者会見のキャンペーンをみんなやってるわけでしょ。そうそうそう、試合にぶつければいいんだよ。まあ、あのぶつける相手がドルさんだから俺は複雑だけど、ドルさんに勝ってもらわなきゃね、ダメだから。ドルさんと2人でメダル並べたいんだよね。ドルさんと2人で首かけてさ、して共に勝利あー、それはダメだよ。いやでも狙われるんだよな、こういう美味しい時期はな。うん、耐えなきゃ。配信者としても大事な時期だから、みやびさん耐えて耐えて、ガンバガンバ。狙われるの分かるけどガンバ、有名になってくると狙われるから、ガッツガッツ。そこはもう有名になった証だからさ、そこはみんな耐えよう、みんなで盛り上げよう。イベントそれをやるんだったら試合でやろうよっていうね、そのための便所さんが用意した企画なのにさ、ねえ、なんでストリートでやるのよって話じゃん。ねえ、ストリートでやらないためにリング用意したよっていうのが捨て頃のコンセプトなんだから、捨て頃出ればいいのにね、そんなんだったら。ストリートじゃないとダメなのかな、やっぱりストリートファイトはダメだよ。うん、今回の捨て頃の企画はもう俺強え、やめようぜっていうことじゃん。喧嘩やめようぜって、うん、誰が強いってやるんだったらリングの上でやろうぜっていうさ、フェアネス精神だよ。なん、飲んでたんかい。ただの喧嘩かい。なんだそれ、もう。そうなの？なんなんだよそれ。じゃあ普通の喧嘩か。それしょうがないね。それは俺らが口出す問題じゃないよ。うん、まあなんだろうね、そこはそれぞれ理由があるから俺が口出す問題じゃないけどさ、うん、こんばんは。いや落ち着いてねっていうか緊張するよね。で記者来るの？本当に誰もいなくてさ、俺らが喋るだけのさ、もう慣れ合いじゃないの？笑うんだけどそれ、誰もいませんみたいな。で便所太郎さんが一人で放送を回して、あダメだこれっていうのが俺は笑いだと思ってるけど、記者誰も興味湧かずっていうさ、5人ぐらいじゃん。うん、
それあるでしょ。メンズナックルは来るでしょ。メンズナックルは来るよ。あとあれじゃん、チャンプロードも来んじゃないの。酒はね、自分を壊しちゃうからね。いやー、いよいよだね、始まるね。もうこっから本当は練習なんだけどね、俺がちょっと先走りすぎたんだよね。こっから練習が始まるんでしょ。気合が入るぜ。ドレ流殺法術を使う時が来たよ。ドレ流殺法術、ドレさんの技術はマジで天下一品だからな。今まで培ってきたものを6月に全部ぶつけるぜ。強くなったよ、この1ヶ月で。はい、ワード2。相手は、いや、あれでしょ？あれだよ、トリックスターだからさ。チャンピオンは大丈夫だろう。明日どんな面してくんのか見物だけどね。明日どんな面してくっか。あの、外国人かませ犬枠だからね。外国人かませ犬枠。村のために、私の村貧乏、つって。サンジャポ来たらいいね。暑いね。ああ、風だ。え？明日？睨む芸？いや、そういうなんか、やるタイプじゃないじゃん、俺。水買いに来た。笑うよね。笑うよね。誰も来なかったら爆笑だよ、俺。大丈夫この企画っつって。まあ、それ全然あるからね。いや、こう食っかね。アシュグネルハリケーンは、あれでしょ。ローリングソバットのアシュグネルバージョンでしょ。まさかね、ローリングソバットを教えるとは思わなかったから、俺バックブローでもローリングソバットでもないと思ってたから、びっくりしたよ。うん。薬飲んでない。目覚ましは来ないんじゃん。うん。でも、チャンプロードとか、メンズナックルとか、ニコニコ系とか来るんじゃないの？あの辺は。あの辺は来るっしょ。生放送に、ね、関係してるところは。そこ来なかったら嘘だよね。あとネット系の、なんかサブカルネット系のニュースサイトとかも面白いなとか思ってるけど、ガジェットとかさ。あの辺来たら面白いよね。いやー楽しみだなー明日。ニコニコは来るんじゃないかな。てかニコニコ来なかったらもう完全にライバル視してるよね。絶対来なきゃいけない話題じゃん、ニコニコニュースは。むしろ取り上げないとダメだ、ダメでしょ。だからもし来なかったらもうライバル視してるよね。いやツイキャスのイベントでしょみたいな。もう要はあれだよ、天狗だよ。こんなニコニコニュースが一番美味しいじゃんね。取り上げたら閲覧稼げるし、記事の URL もさバンバン来るし。明日楽しみだな。生まれて初めての記者会見だよ。やべえな、みんな記者会見とか経験ないでしょ。俺超楽しみなんだけど。記者会見だよ。芸能人みたいだよな。うん、ヤフーニュースはあれ大元じゃないから、あの他のニュースサイト、あのリンクしてるだけなんだよ。ヤフーっていうのはだからね、あのまあ元もいるんだろうけど、そこがねメインの機能じゃないの。ヤフーニュースをクリックすると産経新聞とかに飛ぶんだよ。晴れ舞台だね、ついにここまで来たね、ワドちゃんも。うん、記者会見だよ明日。うん、ニコニコニュースは来ないとダメでしょ。ニコニコニュースは来ないと。来なかったらもう完全になんかヘタレだよ。ニコニコニュース来てほしいよな。
いや、俺本番強いから大丈夫だよ。そういうのはないよ。さすがに。もう32なんだからさ。いやー、記者会見か。ねえ、楽しみだね。いよいよか。気合入るぜ。記者会見放送すんのかな？どうって聞いてる？便所さん放送するっつってた？記者会見でみんな和道が見れるっていうのも面白いでしょ？え、和道出んの？みたいな。いいね、晴れ舞台だね。晴れ舞台だよ、みんな。いやー、楽しみ。いやー、楽しみ。楽しみだなー。楽しみだ。ワクワクすっぜ。あ、ももさんいらっしゃい。詳しくは僕のツイッターに詳細が書いてあるんですけれども、捨て頃という企画で、記者会見が行われますので、捨て頃の、照れるよね。捨て頃のね、詳細。要は、格闘技イベントの記者会見です、明日は。格闘技イベントの記者会見。楽しみだなー。ワクワクするよ。照れるよね。恥ずかしいよね。髪型どんな感じにしとこうかな。髪型この前のオールバックどうだった？オールバックにジャケットでいいかな。どうだったろう。変だった、あれ。あれでいこうかな。オールバックに、今日買ったシャツと。まあね、時間帯がね、ちょっと早いからね、記者会見ね。多分夕方のニュース狙ってるんでしょう。あ、じゃあオールバックにしようか。デコ全開でいこうか。ハゲコメントが出るために。ちょっとネタは振っとこうか。ハゲハゲってコメント打てるもんね。え、記者会見の放送見る？みんな。みんな見るっしょ？便所太郎さんの枠。そう、みんなコメント盛り上げてよ。ワードの時。俺の話題の時だけコメント稼ぐとか嫌だよ。ああ、見てよ、見てよ。ワド頑張れってやってよ。気合い入れろって。ワド惜しいってやってよ。ワド惜しいって。ドレさんと俺の時はワド惜しい、ドレ惜しいってやってないと。そうだね。おでこにワックスつけねえよ。おでこにはつけねえ。ついに来たか、晴れ舞台。楽しみだ。寝坊しないようにしないと。てか、このまま起きたままずっと行こうかな。寝坊したらダメだもんね。起きてた方がいいような気がする。ヒカル君と飲み行こうかな。あ、パルパルいんのか。テルジャンピンもう東京来てんの？テルジャン、あ、ダメだ。テルジャンピン対戦相手だ。友達の感覚でいたわ。テルチャンピンと遊ぼっかなじゃねえよ。対戦相手だったよ。アホすぎるでしょ。今の笑うよね。テル今東京いんの？つって。対戦相手だよ。それダメだよね。テル暇？つって。飲み行こうよ、東京いんならって。いや、俺対戦相手なんだけどって。パルパルもう東京いる。パルパルはもう東京、新宿いるよ。もう会おうと思えば会える距離にいるよ。ああ、どうなるかな。やばいよね。記者会見笑うっしょ。体調もグダグダだよ、今。風邪ひいてっから。肺炎気味だよ。肺炎気味。トレーニング自粛してます。っていうか、風邪悪化したわ、ちょっと。昨日のゴタゴタのせいで。楽しみだー。お、おい、ワドツー、ブハーいらっしゃい。
明日記者会見晴れ舞台っすよ。応援してね。ブハいらっしゃい。いやー、ワクワクすんな。テレビ出てえな。テレビチラッとでいいから映りてえな。ハートプレゼントありがとう、レクチー。レクチー、お前も早くあれだぞ、音楽売れろよ。タグつけっぱだよ、今。いい。風邪は自力で治すよ。薬嫌いなんだよ、俺。大丈夫、大丈夫。いい感じだ、いい感じ。このままね、どんどん上に行こう。長かったよ、ここまで来るのに。長い道のりでしたよ。過疎生主の頃の自分と比べると。頑張ろうぜ、一緒に駆け上がろうぜ。みんなそわそわするよね。我が子を見守る母親の気分でしょ。何年間も何年間も育ててきたさ、我が子を。ねえ、どこに出しても恥ずかしくない子供たちでしょ？ でっかい子供たちだからね。全員おっさんだけど。ねえ、みんな複雑な気分だろうね。いや、モヒカンはね、もういいや。ポスターかっこいい。ありがとう。ポスター、あれだよ、販売されるよ、これ。2000円だって。みんな買って。便所太郎さんの、興行につなげて。買って買って、かっこいいと思ったら。買わないとダメだよ。応援っていうのは、ね、経済だから。買って、買って。記者会見何時からだっけ？似てるよね、AKB とかにね。そんな感じでしょ？年下でも。もうみんなさ、弟とかさ、妹とか、そういう感じで育ててきたわけじゃん。自分のお気に入りの配信者を。年上でも年下でもさ、見守ってきたんだよ。リスナーだから、見守るんだよ。そのさ、自分の好きな配信者が育ってきた感覚。ね。シャツ着替えるわ。シャツ着てみよう。ちょっと着てみるわ。お披露目する前に明日の衣装。鎌倉シャツ。よいしょ。一回着た方がいいよね。おう。ワド2、猫王さんいらっしゃい。明日は晴れ舞台です。あ、これシャツ生地いいな。あ、当たりだわ。鎌倉シャツめちゃめちゃいい。これ5000円の生地じゃねえよ。ほんとに。これほんとね、市販で売ってる8000円ぐらいのランクだよ。生地いいわ、鎌倉。あ、よかった。正解だわ。こんだけね、安い価格帯でね、こんだけしっかりブランド確立してんのはすごいよ。鎌倉シャツみんな知ってる？やるんじゃないの？配信者だから。俺は配信の権利ないから、このイベントにはやらないけど。俺の枠ではないよ。ああ、爪が。俺の枠ではやらないよ。だってみんな枠開いたら回線パンクするからね。凛とするね。放送で見たいでしょ？それとも明日の楽しみにしとく？見たい？シャツ。着てるところ。ああ、いいわ。すごいいい生地。あ、よかった。買ってよかった、これ。これはね、デートの時とか使えるよ。あー、すげえいい生地じゃん。あ、正解だわ。ダブルカフス。あ、よかったよかった。かっこいいよ、これ。見たい？どうする？明日の楽しみに取っとく？ただ、アイロンがないかんな。見たい？ちょっとね、でもアイロン持ってないから、
見たい？オッケーオッケー。見たい？オッケー。ちょっとじゃあ今着替えるわ。ただね、あのなんだ、シワが、あ、いいいい、ぴったりぴったり、あ、ぴったりだわ。やっぱ寸法してもらうと違うね。ぴったり。息が荒い？あ、今ね風邪ひいてるんです僕。あ、超いい。シルク見て、かっこいいこれ。うわ、超かっこいい。マジか。あ、よかったよかった、これは決まってる。これかっこいいよマジで。これ女性ファン来るんじゃないの？え、和道って意外とイケメンなんじゃんみたいな。え、和道意外とかっこよくないみたいな。ない？女子高生とかに、なんかハゲたおっさん好きな女子高生とかにさ、人気出んじゃないのこれ。あ、いい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 。ぴったり。ないか。うん、ごめん、夢見たわ。ないか。髪型もセットしてみる？明日の仕様に。あ、いいよ。たり。動画？いや、テンション上がるわ。服買ってよかった。やっぱ気持ちね、新しい服とか久々だからさ、気持ちが、うわ、いいいいいい。ボタンもかっこいいし。いいね。見たい？ちょっと待って、カフスボタンをね、カフスボタンを装着しますよ。ダブルカフスが好きなんですよ僕は。え、髪型セットする？どうする？髪型セットする？せっかくだから完璧な、そう、完璧な状態で見せようか。ちょっと待って、今髪セットしたりさ、ジャケット着たりするから。これはかっこいい。俺ね、スーツ着ないかんね普段。セットできるなら、うん、ジェル買ってきたから帰りに。さっき充電落ちちゃったけど、これはいいよ。岩橋さん来んのかな？記者会見用の服で OK。 ちょっと待って、これにジャケット着て、見たい？あ、ダメだ、デブったからジャケットは止まらないわ。初見さんいらっしゃい。明日の記者会見の話題で盛り上がってます。いやー、いいよ和道、かっこいいよ、うん、あー、やべ、チーフも決まってる。あとは髪型か。ちょっと待って、いい感じよ和道ちゃん。おめかし、おめかしなんかしないからね、みんな知っての通り。はい、和道2、今おめかしてます。ちょっと待って、うわ超かっこいいんだけど、うわ超かっこいいんだけど、笑うよみんな。ひげは明日までに整えていくけど、今日は髪だけやるわ。え、みんなこれ和道ってなるよ。え、マジかみたいな。よし、鏡見てみよう。あ、そうでもないわ。あ、鏡見たらそうでもなかったわ。あれ？あ、ね、なんかダサいな。あれ？なんだろう。鏡見たらそうでもないな。普通だったわ。え？あれ？え？あんまりかっこよくなかったわ。あれ？鏡見たらなんか、あれ？いや、あんまかっこよくなかったわ。あれ？おかしいな。顔が変だな。顔がなんか目が寄ってるな。あんま変わんねえな。
付箋ありがとう。喉つらいね。じゃあ今からお披露目したいと思います。一回ね、映像、ラジオ配信から映像に切り替えるんで枠閉じます。また来てください。トリオツです。もうちょい開きたいな。どうもこんな感じです。こんな感じです。いや今お風呂入ったばっかりだからこんな感じですね。どうどう明日の衣装こんな感じで、ちょっとねもうお腹が太ってるから閉まんないけど、ちょ、このポケットチーフ良かったね。これでいい感じ。髪型オールバックで、まあ、白いシャツいいね。白いシャツなんか久々着たよ。これでいきます。いいね、決まるね決まるね。どう、こんな感じでかっこいい、かっこいい、ありがとう。こんな感じですね。明日は準備万端です。準備万端。そうだよ、明日記者会見向こう少し話したらね、こんな感じね、こんな感じ。ちょっと部屋が汚いからあれなんだけど、今日広角レンズもう一回やってみようか。決まってる？本当に？そうだね、靴磨かないとね今日。こんな感じですね、こんな感じ明日は、ファイターっぽい、ファイターっぽい、ファイターっぽい。どう？いい感じ、かっこいい。よかったよかった。メガネかけるよ。スーツ似合うでしょ。いいでしょ。 IT したでしょ。こんな感じで明日はこんな感じでいきます。こんな感じでね、こんな感じでオッケー。変じゃないでしょ別に、そうだね、本当は高い襟のやつがかっこいいんだけど、鎌倉シャツだからねこれは。はい、わこつ似合ってる。いいね、いい感じだね。これもともとあれだからね、生ポズじゃないからね。顔以外こんな感じで、これでいきましょう。ありがとう、これでいきます。決まったね。じゃあシャツ干しとこう。そう、ありがとう、みんなのおかげだよいつも。あ、渋い。どうしようかな、スタンド持ってないんだよな、スマホスタンドがね。どうしようかな、ちょっとジャケット干しとこう。そうだね、デートの時にでもね、スーツ買わなくてもよかったかもね。これだったら大丈夫でしょ、言われないでしょ。清掃っぽい感じになってたでしょ。
そうだね。いや、俺はやらないけど、ベンゾ太郎さんがやるんじゃないの？ベンゾ太郎さんやるでしょ。ベンゾ兄さんが。ああ。危険予告？何危険予告って。アイロンかけたかったけどな。アイロン持ってねえんだよな。アイロン欲しいね。アイロン欲しい。ありがとう。おー、ありがとう、ニーハオさん。ありがとう。頑張ります。本当にでも賭け事成立しそうだよね。なんか闇でなんかどっちに賭けるとかなってそうで嫌なんだけど。絶対職場とかでこれ賭け事やってるやついるでしょ。お前誰に賭けるみたいな。俺チャンピン、俺はどうっつって。絶対やってるやついるよ、会社とかで。トトカルチョ。賭博で捕まるからな、やめろよ。絶対やってるやついると思う。ジャケットのカラーはね、緑だね。グリーン。ダークグリーン。ダークグリーンだけど、灰色に見えるかもしんない。もうみんな東京に集まってんのかな。みんな東京に集まってんのかな。どうなんだろう。あ、まあそれくらいだろうね、昼集合だから。あ、ありがとうございます、頑張ります。パソコンのんたんが持って帰ったよ。パソコンのんたんが持って帰った。しょうがない。え、どこもかしこもやっぱ捨て頃の話題なの今日は。どこもかしこもこの話題、明日の会見の話題になってんの。金梅さんのところも、光くんのところも、パルパルのところも。そんなわけでもないの。そうでもない。そうだね、悔いのない試合をするよ。俺は勝つ気満々だけど、勝つか負けるか神が決めるから、俺はその神様に微笑んでもらうためにね、時間を注いでますよ、労力と。結構自信のあるパンチも覚えてきたんで、任せてください。僕のジャブは避けられないですよ。俺は結構左に関しては結構自信持ってます。1ヶ月間ひたむきにジャブだけやってきたんで、僕のジャブのキレ見てください。必殺ブローは何個かあるけど、俺はまずジャブを極めようと思ってます、この3ヶ月で。いや、今脱いだところだね。今もう脱いじゃった。お披露目終わりました。ドレさんにも、辰彦先輩にも褒められた。
やっと身になった技です。僕の自信のある技はジャブですね。ジャブじゃないんだって本当は。厳密に言うと左ストレートらしいんだけど。ツイート？何のツイート？何のツイート？何のツイート？いきなりツイートしてよって言われても分かんないけど。うん。おい、ゴンタいらっしゃい。何のツイートだろう？誰の話？あ、スーツ姿？じゃあリツイートするわ。金梅さんどうなんだろうね。よし。タグ付けした？タグ付けされてないね。タグ付けはされてない。たくみさん、たくみさん、たくみさんツイートしてくれたの。あ、ありがとう。リツイートします。オッケーオッケー。俺の姿あのツイッターに上がってますね、うん、ツイッターに上がってます。懐かしいな。ワンツーだね。まあツーが弱いんだけどね。強いんだけどフォームが汚いんだよ俺のは。だからワンツーを極めたいね、試合までにね。なんだあのストレートとジャブみたいなね、試合会場で。はい、ワードツー。そう、俺のあの好きな技、あの今いいって言われてる技は左ストレートと、右ローキックなんですよ。で、左ストレートと右ローキックに関してはチャンピン倒せるって言われてる。これ16でもいけるって言われてるから、俺のジャブとローは今覚えた技だね。今習得してる。で、こっから右ストレートを極めて、必殺ブロー3発ね。バックブローはまだ覚えてない。バックブローはこの前教わっただけだから、こっから作り込んでものにできるかどうか。ただバックブローとローリングソバットに関しては打てんじゃないかとは言われてるけど、俺はねタイミングが分かんない。ちょっと明日みんなチケット買えないとダメだよ。逆にローは倒されるよ、もちろんローは倒されるよ。ただあの俺の場合さ、痛いローを食らってるから、そのどう受けたらダメなのかを知ってるわけですよ。それを経験になってるから、カットの練習だよね本当に。防御の練習をしっかりやっていけば相手のローはもらわないと思ってる。防御はね、対戦相手いないとできないんだよね。イメージだけじゃ無理。でもね、テルチャンピンのロー、あの DVD じゃなくてあの動画見たけど、あいつのローはねもらわないと思う。モーションがでかすぎる。ノーモーションで打ててないもん。うん、強いけどあいつワンステップ踏む癖があるのよ。左がワンステップしてから振りかぶってロー打つ癖があるから、あれはね当たんない。正直言うとワンステップしてきた時点で 前蹴りのカウンターもらうから危ないと思うよ。うん、あいつの練習危ない。うん、まあ見ててよ試合、うん、日曜日ももう一回最後のスパーがあるしね。ね、頑張ろうね。うん、蹴りは強いのは絶対だけど、当たらなかったら意味ないから。当たらなかった、当たらないパンチも当たらないキックも意味がないから。そんな世界最強俺強えと言ってんのと一緒だよ。俺は当てるぜ、うん、俺は当てるためにパワー殺してきたんだから。スピードとタイミングだから。スピードとタイミングと距離、そしてコンボだから。これドレ流だから。そう、ドレさんに当たるパンチを俺は仕込まれてんだよ。俺のパンチマジでバコバコ当たるよ。超面白いよ。もうバカみたいに1ヶ月間左ワンツーワンツーしかやってこなかったんだから、うん、1ヶ月間ジャブ打ってきた男のパンチマジであれだからね。こっから2ヶ月さらに追い込むからね。当てるぜ。俺の左は避けらんないよ。うん、でようやく自信つかんだから、ようやく
パルパルいるからいけないかな、俺は。パルパルいるからいけねえかな。うん。あ、青山も対戦相手だからな。うん。あいはどつゆ、だるまくん。一応顔合わせないようにしとくよ。トラブル起きたら嫌だから。また煽ってくるから絶対パルパルは。俺買っちゃうから喧嘩。俺は今選手だからそれできないから。俺はあの行けないっす。対戦相手のところにも。特に俺別に青山煽ってこないの分かってるから。あいつ優しいから。いやトラブル絶対ダメ。便所さんの顔潰すことになるから。警察だとは絶対ダメだよ。耐えないと。はい、ワード2、かっちゃん。今は絶対買っちゃダメ。テルちゃん強いよね。ハイキック対策はしてないかな。でもね、ハイキックは、あの、フックとかと同じだから。しかも、モーションでかいし、そんなテクニカルな技やってこないっていう読みだね。喧嘩だって。格闘技はないけど、喧嘩だって全部。チケットを買う人どれくらいいんの？手挙げて。明日チケット買うよっていう人。もしくはチケットもう持ってる人手挙げて。和道リスナー。今いる100人の中で、俺買ったよ。もしくは明日買うよっていう人。匠さんでしょ？うん。おう、かずみさんも来るんだ。よろしくね、かずみさん。よろしく。おう、かずさんも来るね。バガーありがとう。うん、かっちゃん絶対買いな。後悔するから絶対来な。俺が感動をあげるから。当時試合会場当日生で、あそこは生で行ってよかったって言わせるから。5000円分ぐらい買いな。ダメだよ、ここで買わないと絶対後悔する。行きな、来な、勇気だから。もう店休もう。うん、もう俺の一世一代の勝負だから、見に来て応援して。うん。買ってきて。来れる人は来て、迷ってる人は、うん。みんなの声援が俺のパンチ力上げるんだから。そう。みんなが来ないと頑張れねえから。来てね、みんな。うん。生で会おう。そしたらオフ会もできるし。うん。1万は VIP だね。1万、8000円と1万円のコースは、あの、30分前入場で、選手全員と撮影ができる、記念撮影ができる。みんなで応援して。うん、そう、5000円の席と6000円の席は撮影権利ない。いや、VIP 買ったらお得な特権ついてくるよ。それは任せる。俺はね、あのテルチャンピンと戦いますよ。青山っていうふわっちの配信者が対戦相手。8000円の方も撮影チケットある。いや、もったいないよ、全部見ないと。もったいないよ、最後まで見ないと。ドレさんも出るんだから、俺の師匠の。ドレさんも応援しないとダメだよ。みやびさん強えんだから。キックボクサーだよ、みやびさん。うん、気合入れてこう、気合。いやー、楽しみだな。うん、来れない人は配信見ながら応援して。ありがとう。53。ねえ、喧嘩ダメだよ。リスワン今日いいや。いらない。リスワン狙わないっす。うん。もうなんかリスワン、もう2位、毎日2位だからもう慣れてきた。もう、いい。リスワンいいや。初心に帰ってやってるから今。プロ配信者の看板を返上してるから。いい。拳いてえ、マジで。パックリ割れてるよ。見える？
痛そうです。ジャブの方が打ってるのに、右ストレートの方がなんかボロボロ。でもこの傷はいい傷で、真ん中しか傷ついてないでしょ。つまり芯で打ててるんだよ。ドレさんの練習正しいんだよ。真ん中だけしか傷ついてないってことは、ここで打ててるんだよ。ここでしょ。ほら、ドレさんの練習間違いないよ。練習通りですよ。要は当たったら一番痛いところね。これを顎先に捉えたらもうダウンですよ。ファイターっぽい傷ができてきたよね。修行の成果ですよ。ほら、今日はいいんじゃん。リスは、ね、だ射程圏内、射程圏外でしょ今。1位な何人なの。今日射程圏外じゃないの。縄跳びで太もも痛えしよ。くそ、全身痛えわ。肺も苦しいし、ボロボロだよ。ボロボロだよ俺の体。みんな自分で自分をいじめて、もうボロボロだよ。4000人か。誰が1位なんだろう。ちょ見てみっか。誰かによるよな。変な配信者だったらもらっちゃいたいけど、誰だ。フルフル、フリフリ、フリフリ、誰だ。あ、そうなんだ。いやでも今日サメ島さんが撮ると思うよ。サメさんが今日撮ると思う。いいよ今日は、サメさんでいいでしょ。今日多分サメ島さんが撮ると俺予想する。サメさん今放送中でしょ。サメ島でいいでしょ今日は。カズマさんでいいよ。お世話になってるし、今日はカズマさんの日だね。でもせっかく東京にみんな集まってるんだったら誰か会いに来てえな。そう思わない？絡んだことない配信者も集まってんじゃないの。誰かに会いに行きたいよね。ああ、まあノエルは多分無理だと思う。ノエル最近あれだから。風船プレゼントありがとう。風船プレゼントありがとう。あざーす。風船ありがとうございます。12時からじゃないんじゃん。わかんない。それ調べてローソンとかで、自分でローソンに問い合わせて。ローソンに、チケットピアに。バーガープレゼントありがとう。バーガーザイス。ゆうゆうさんと達彦さんは試合当日来ないの。ゆうゆうさんと達彦さん試合当日どうなの。
あ、チケット10時からだ。なるほど。チケット10時からか。なるほど。まあ今日は安静にしてよ。っていうかさ、肩幅でかくなってね、俺。こんなに肩幅あったっけ？なんか肩でかくなってるよね、俺。あれ？なんか画面で見るとわかるけどさ、なんか俺肩でかくなってない？もっと肩小さかったよね。なんかでかくなってねえか、俺。うん、うん、筋量増えたのかな。なんか画面で携帯でやってみるとなんか肩でかくなってる気がする。いや顔は変わんないでしょ。ねえ、ちょっと違うよね。なんか前とがっしりしてるよね。筋肉ついたのかな。なんか自分の体じゃないみたい。違和感がある。パソコンで見ると分かんないけど、携帯で見るとなんかあれってフレームでこの幅だったっけなと思って。うん、試合自体は8人ぐらいなんだけど、歌とか入れると十何組出るかな。うん、試合が8組で対戦するのが今決まってんのが、で歌が3回か、歌が3回あって、だから11回イベントが11個見れんのか。11個の大手配信者見れてね、殴り合い見れて5,000円、安いよね。おい、イクさんいらっしゃい。ワドツみんなフォローしてね。これ安いよ。そう思わない。破格だよ、破格。あの会場の規模で5,000円は破格だよ。超安いと思うよ、普通の一般のイベントならね。ほらプロボクシングとかはさ、もう定期的に抑えてるから会場安く抑えられるからチケット安くできるけど、あの普通のなんつうの、個人のイベントでこの価格は普通に安いと思うよ、5,000円は。しかもゲストが超大物ばっかりだから、普通にみんな来たいって言っておかしくないと思うけどね。これで来なかったらね、あのまあ家が遠いとかだったらあれだけど、仕事だとかさ、配信好きは来ないとダメだと思ってるね。バイトとか休んでいいレベルだよ、普通に。いいと思うよ、5,000円で超楽しめると思うよ、うん。まあ俺のピンのイベントだったらさ、5,000円とかふざけんなって話になるじゃん。1200円だお前なんかって話したけど、うん。おい、ナボコフいらっしゃい。そうそう、石川紀之にも会えるもん。ナボコフいらっしゃい、うん、そうだよ。だって石川紀之、桃襟、便所太郎、ねえ、セブン、TJ、ナーボー、ルルピ、ララピ。どんだけメンツよ。ルルピ、ララピの水着見たいやつだっていっぱいいるでしょ。ねえ、おっさんたちが。こんだけ熱いイベントでね、来なかったら、ねえ、見たいよね。うん。うん。別れたよ、うん、昨日別れた、うん、釈迦がお風呂入ってる、釈迦がお風呂入ってるね。のんたんと別れたよ、うん、釈迦お風呂入ってる今、うん、気持ちいい釈迦お風呂、お風呂入ってる、かわいい、ブル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 水浴びしてる今釈迦が。気持ちいいのはさ、綺麗好きだもんね。
ら上がった。水浴び終了。坂かわいいよ。ちょっと待って、釈迦の水変えてあげようか。釈迦お風呂入ったの？お風呂入ったの？釈迦電波悪い。みんな電波悪い。電波悪い。え、PTPT してるってこと？ポタポタってこと？まずか。うん。まずか。マジか。はい、こんばんは。PTPT じゃあパソコン配信に切り替える。バカザイス、バカありがとう。こんばんは。こんばんは。好きか嫌いかじゃないから、うん、好きは好きだけど、好きだからって一緒にいられるとは限らないんだよ。好きだから結ばれるとかそういう話じゃないから。今ね、坂のお風呂洗ってる、台所で。飲み水とお風呂一緒だから、今お風呂入り終わったから水きれいにしてあげてるの。うん、どうだろうね。俺は配信選んじゃうから。彼女のことより配信優先する大バカ野郎だからさ。
今どつ。もう一個。まあそうだろうね。支えられないと無理だと思うよ。うん。だから古いパソコン起動使えるか起動しないとね。このパソコン。ここにパソコン、ほら懐かしいでしょ。うなじゃんまにぶっ壊されたやつ。こいつが使えるかどうかだな。設定しないと。こいつが使えたらね、家配信も携帯でやらなくて済むから。ちょっと待って、そうだね、あでも終わったことだからそっとしといて、のんたんのことについてはけじめつけたことだから。俺の売りは自由なところでしょ。自由がなくなったら終わりよ。ああ嫌いで別れたわけじゃないから、それだけ察してください。そうそう、集中させて。あれ刺さんねえな、LANケーブルが。なんだろう、LANケーブルが刺さんねえな。企画とかあんの、LANケーブルに。なんで刺さんねえんだ、カチって言わねえな。なんだろう、LANケーブルが刺さんないの、壊れてんのかな。あれ刺さんねえ、カチャってはまるよね、LANケーブルって。なんだろう、あれ、早く、あ、そうそう、あ、このパソコン、あ、行ったか。キャスはどうなんだろうね。それは俺に聞いてもわかんねえわ。俺に言われても。たくみさんじゃねえや。免除さんに聞いてもらわないと。あ、使えるかな。使えるかな、使えるかもしんない。ついてるわ一応。ほらパソコン使えるっぽいね。あの売るんだ、いや売るんだったら買い取りたいんだけど、まあでも嫌だろうね、もう売っちゃうんだね。あれ高いパソコンだからね、もったいね。あれ2、30万するかんね。パソコン売るんだ。モンタンね。ダメだな、このパソコンなんかインストールがどうのこうのですごい時間かかってるね。ネットはつながってるっぽいな。
ネットは繋がってるから多分配信できると思う。バグってなければ音とかが。いけるかもしれない。今様子見てます。上りがどれくらい出る。上りが見れてる。上り7メガか。下りはあれ、映像止まった。見れてる。下りあれ、電波悪い。電波悪いのかな。ここ見れてる。うん、だったら5万ぐらいで売ってくんねえかな、のんたん。もったいねえ。うん、5万ぐらいで売ってほしいんだけど。売るんだったら5万ぐらいで売ってほしいな。うん、あれ、1Mbps しか出てないな、下り。なんだろう、これ。下りがさ、光回線で1メガしか出ないっておかしいよね。なんだこれ、なんで1メガしか出ねえんだ。 3Mbps？ 携帯電話じゃんこれ。どういうこと。なんでこんな遅いんだこのパソコン。いや、回線がなんでこんな遅いんだろう。ドコモにすればよかったかな。プロバイダーヤフーなんだよね。プロバイダーのミスかな、選択ミス。で、これか。こいつを。違うんだよ。俺があの iPhone で今やってんだけど、あ、じゃあパソコン配信に切り替えるわ。パソコン配信に切り替えます。お疲れ様。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。